いや、多分ね、高画質配信をしちゃったからだと思うよ。今、標準に戻しました。いや、多分それが重いんでしょ。超高画質配信モードにしてるから。多分風呂の場所だと。急にプツプツした。のこっぴあい。いや、多分そうだと思うけどね。そうそう。リスクある。髪濡れてる。アデルみたい。どういうこと？サムネどんなシーンですかって何が？ブル、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 ブルシ、ブル、ブルシ、ブル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 、オーシャンにいるシーンですよ。ブルーオーシャンに海から出てきた ね、イーストブルーとかウエストブルーとかブルーオーシャンから出てきたシーンですよ。ブルーオーシャン配信ですよ。しっかりしろ。口紅塗ってないよ。真っ赤？体調悪いとけど俺真っ赤だな。確かにちょっとな。真っ赤だな。体調悪いとなんか真っ赤になるよね、俺。真っ赤だな。赤いな。白雪姫みたい。セクシー。かさつ、指損傷してる。あ、これ？指はもう、あれっすよ。損傷しますよ。ギターで。ギターで爪もこうなるし。まあ、昔からこれ慣れてっからね。爪これだって割れるからね。今これまだ爪マシだよ。爪まだマシな方なんだよ。爪これまだマシな方なんですよ。ひどいとほんと縦に割れるからね。そう、半分になった時あったじゃん。今これまだマシな。えぐれてる。そう、えぐれてるの。そうそう、えぐれてるの。まあ、ここの指がさ、当たるんだよ、ギター。俺思いっきりさ、まあ、魂でギター弾くからね、僕ね。魂でギターを弾くから、ここが当たるんだよ、ちょうどギターの弦に。前ハートな、懐かしいな、それ。 まあまあ、とりあえず、そう、弦に当たるんだよ、こことか。こことか、ボディとか、ギターのボディとか、いつも怪我。職業病ですよ。そう。テニスコートみたいなやつだから、ちょっとね、また、ね、塗った方がいいんだよね。指きれい。ハートの時あった。懐かしいな。爪噛んだりはしないんだね。爪噛んだり。ああ、爪噛んだりもするよ。美味しいし。タコとかがすごい。タコ、ああ、それはなんか、みんないつも、たまに指見せたらいいよね。タコ。タコはわかんない、自分でもはや。結構めちゃくちゃいっぱいできてんじゃないのかな。タコって、俺、指タコ。指のタコは多分いっぱいできてると思うよ、至るところ。指曲がってない？指お前曲がんないの？曲がるじゃん、普通。ずっとこうなんだ。ずっとパーなんだ、お前。頭がパーだしな、お前。頭もパーで、手もパーで。指曲がるわ。指曲がるってどういうこと？指はどっちかに曲がってるってこと？なんか変な方向に。え？節のところとか？わかんない。え？わかんない。そう？俺なんか指曲がってる？指綺麗なのはそうなんだけど。え？曲がって、節、どこ？関節？関節、こういうところ？曲がってる？わからん。初見です。綺麗じゃない。美しい。私も関節曲がってる。手が綺麗です。手が、日本で一番綺麗だと昔から大好評です。別にこれは見せびらかしてるわけじゃないけど 俺は自分では本当にわからん。顔も小さいです。手垂れ。手垂れいけるよっていうね。俺自分じゃマジでわかんないからね、これ 何がちげえのかが全くわかんない。他の人の手と。手が綺麗とか。何がちげえの、これ。俺、本当にわかんないんだよね、これ。めっちゃ綺麗って。いや、わかんないよ。俺、本当にわかんないよ、これだけは。顔が綺麗なのはわかるよ。まあ、そういうのはね、当然。顔がイケメンとか。ただ、手はマジにわかんないんだよね。何がどう違うの、みんなの手と。
みんなの手と白いのと細いのとゴツゴツ感。いや別に、なんでそんなんいるだろなあ。細くて繊細。騙されてんじゃんお前。騙されてんじゃん。大丈夫なあ。でっかい布団とか買わされるよ。フェチ的な問題だよね絶対な。手フェチには、だからなんかもうね、変態だけだろ俺ちょっと。でも結構みんな言ってくれるよね、こんな俺変態だけだろって思っちゃう、そうフェチのね。てか分かんないよなこれな。何これ分かる、みんな手が綺麗とか汚いとか。逆に綺麗だったら汚いってあるんでしょ。俺よ、ほんとよく分かんないよマジで。手が綺麗だったら汚いがあるって。うん、綺麗も汚いもね、僕らないからね、手に関して。足とか綺麗、ごっつくない、毛がないしね。毛はあるわ、映ってないわけだろ今。深爪、手は、ミュージシャンらしい爪、少なくとも私綺麗。手フェチは多いの。女子に手フェチ、あ、女でしょ。なんか俺も女のイメージあるけどな、そういうの。男はみんなわかんないよ。うん、男でこんな見てるやついたらね、お前おかしいって。男でこんな分かるやつ いないよな。うん、てか、うん、てかうちのリスナー500人全員女説もあるからな。のこさんハーレム状態説マジであるからな。お前ら男いるかどうかもね。うん、女のふりするって言うからな、俺のツイキャス最新で。男のやつはそんなんする必要ないのに。うん、いや女は実際多いだろ。うん、女は実際多い気もするよ、やっぱニコ生でもさ、やっぱあのツイキャスでも。うん、男はコメしないんじゃない。まあ男もいるだろうけど、確かにね。はあ、まあなんかあるんじゃない。うん、まあまあ見てくれてるだけでもありがたいっすよ。のこさんには男女問わず惚れる。見てくれてるだけでもありがたいっすよ。うん、本当はとこ割合どれくらいだろうね、知らん。ツイキャスだったらわかんないな。なんで男の風呂見てんだろうなとは思う。別にいいじゃん、それ面白いじゃん別に男でもさ。うん、のど仏フェチ、ノコボーイここにもいるぞ。俺けどさ、俺さ思うんだけど、別にそこは関係なくない？ああ、風呂ね、俺オイラと同じお風呂だって。おーの、あのノコさんでもオイラと同じお風呂みたいな感じのみたいな感じのお風呂入ってんだなーって、ね、思ったりもするだろう。山崎くん、いや別に、いやいや何を見てるんだろうってなる。何を見てるんだろう。本当、いやこういうのは別にまだと思うけどな俺、風呂配信って。いやマジで俺のクソみてえな雑談配信よりマシだと思うんだけどな。うん、風呂配信湯がめちゃくちゃいいですね。ああなんかこれなんかね入れてる、はい、これもリスナープレゼントでもらったやつです。みんなやっぱあのねくれるから、うん、キキユってやつ。はい、これもね、うん、ありがとうねくれた人、キキユってやつ、肩こりに、そう。キキユ、あ、いいんだ、俺もわかんない。うん、いやだから昨日すーげー疲れてさ、家帰ってやばいんだよね昨日は。すーげー疲れて、でお風呂使そう、なんかもう筋肉痛で、だからお風呂使って昨日晩、なんか夜晩スタ終わりスタジオあった。何時帰ったか忘れたけど、とりあえず何時帰ったか、とりあえず深夜12時ぐらいかな、とりあえず、まあ、夜12時ぐらいに家着いたのかな。うん、いやいやいや昨日は寝られたっていうか、だから昨日も朝なんか3時ぐらいまで起きてたよ。
でも今日は全然入り時間遅かったわね。よかったよかった。いっぱい、まだ今日いっぱい寝たよ。ぶち赤いっすよ。まだ顔ね。ちょっと暑い、暑い、暑い。いや、大丈夫。まだ。あ、お疲れだね。みんな千葉に住んでんの？いや、美佐子だけ違うな。美佐子以外千葉だよ。バブのが聞く。お疲れだね。まあ、聞く聞かないって、まあ、わかんないけどね。まず、匂いがあればいいかね。匂いが。匂いが。かまってか、誰がないか。何時に寝るの？だから、朝3時とかじゃない？今日だって。配信もしてるし。やばいよ。でも、だから、朝3時とか4時、いや、4時とかじゃないかな、朝4時。美佐子はどの辺住んでる？言うか、ボケ。お前ら制作するやついるからちょっとスルーしてかねえと。個人情報をね、制作してくるバカいるから、たまに。あの配信って。なんかいるよな、ほんとな。たまに。なんか制作してくるバカ。俺だったらね、言うんじゃねえかって。ね、ペラッと言うんじゃねえかってさ。な。ちょ、ほんとだけど、まあ、俺言わないからね。けど俺本当に言わねえからね、そういうの。マジで。住所は。モノ君の前の住所もやっぱ言わなかったじゃん、三鷹って。な、俺ずっと言わないから。そういう重要なことは。柏の段、何がちげえって。なんか落としただから今、いや、おとなしいんですよ。洗濯機は洗濯機で。おとなしいんですよ。ね、迷惑かけてないよ、近隣の人に。そう、モナ洗濯機がちゃんと洗濯してんだよ。はい、洗濯を。おやすみなさい。はい。近隣の人に迷惑かかって、これリスト特定ガチの連者は犯罪組織並みに怖い。いや別に言うんだよ、配信者なんか別にさ、著者なんかバレるだろ。配信者なんて。だって、家の、間取り映してバレっかね。おやすみなさい。家の間取り。今日話じゃなくてスニーカーでライブした。そう。配信者すぐ間取りでバレるからね。だから俺も引っ越してもどこ行ってもバレるよ、また。住所。ディレイ歌って、だいぶしないように。だいぶしないようにというか、だいぶはだからしないって。おやすみなさい。間取りであかんのかい。だからみんなこんなに家移さないよね。そうなの。移さない人は移さない、確かにな。のこさんちはネットへ出てくる。なんで？大変だね。1ヶ月でバレそう。だって今別にそんな言ったら、だってこの前も事件、アイドルがさ、瞳からさ、これからさ、この反射から、住所を特定したってもうさ、人気者は大変だ。これはけどやっぱ、あれよ、有名勢だからな。有名勢でも、まあけど、そのアイドルも地下アイドルだっけ。かわいそうだよな。かわいそうだよな。別に橋本環奈とかじゃねえもんな。俺も気をつけねえと。地下アイドルはかわいそうだよな。あれちょっと、かわいそう。セキュリティちゃんとするしかない。いや、かわいそうよ。お前の瞳に映んな、洗濯機だっけ。何言ってんだお前。女の子は危ないからやばい。まあ確かに女の子は危ないよな。俺みたいなおっさんだったらさ、ね、うわー、まあ男だったらさ、うわーって暴力できるじゃん。ね。でもやっぱ女でもさ、やっぱ暴力できたとしてもさ、やっぱ相手が大体男じゃん。ね。なんかそれでさ、そう、力かなわないからっていうな。だからアイドルは、やっぱアイドルは本当に、そうそうそう。でもアイドルは別に、まあ本当は一部だろうけどね、一部、そういうのもね、アイドルもね、こんばんは、一部のやっぱね、やつだけだと思うけどさ。のこさんも気をつけて。暴力はダメ絶対。シンガーソングライター亡くなってないよ、あれ。ぶっ刺されたやつでしょ。なあ、シンガーソングライターの子さ、いっぱい包丁でさ、ぐさぐさ。あれかわいそうやな。シンガーソングライターの子な。顔面とかね。あの子は生きてるよ。
あの子は生きてる。会ったらひどすぎるな。あの子は生きてますよ。あれはひどかった。あの事件はほんとひどいよ。悲惨すぎてショックで、僕もショック受けた、あれは。かわいそすぎる。タバコ吸いたくなんねえよ、別に。それしはお前だけだよ。あれは警察もね、まあ警察なんかゴミなんだよ、基本的には。だから俺は今、まあみんなにも言ってんじゃん、お前らにもずっとさ配信でさ、あの競輪を鳴らしてんじゃん。最近物騒だって、通り魔とかね。まあまあ言ったら俺ら芸能人とかね、そういうやつらもそうだかもしんないけど、軽症な軽症な、今日ちょっと今日、まこれまた教えてもらったやつか。これ前も俺忘れるんだよね。また今年って言っちゃいそうだわ。また多分あの来週今年って言ってますよなんだっけ、現地ことじちってなんだ。いやだからあの人質の言葉バージョンをずっと僕は生まれてこの方ね、ことじちって言ってたけど、誰も僕を止める者はいなかった。俺を止めてくれるやつはいなかった。なんなんやっぱみんな別に感じて多分忘れ、感じて多分みんな突っ込まないんだろうな、メンバーにしろさ、うちの周りにしろさ。配信だけだもん、突っ込まれんの。俺普通にだって使ってるぜ、絶対今でも。別の間違ってる感じ。使ってるよ。私もことじちだと思った。スルーする。意味通じてるから。でも、現地っていうのは本当衝撃的だわ。現地ね。いや、メンバーもけど分かってないと思うぜ。分かってないやつ。現地。いや、てか、お前らって分かってんやつ分かってねえだろ。なあ。お前らって普通にバ、てか、俺以上にバがいるだろ。いや、お前らって分かってねえだろ。ぶっちゃけマジで。なあ。白菜のこと、ね、白菜って呼んだりとかさ。ね、あの、左右のことを白湯って呼んでたり。そんなバがいるだろ。やっぱ、ほうじゃ、現地は。現地は今日で知ったって。おい、やっぱいっぱいいんじゃん。ほらやっぱ見たか、いっぱいいるだろ。おい、見るな、やっぱ。おい、みんな上がってないよ、やっぱ。みんな上がってない。みんな上がってない。俺はいつ、もう普通わからんわ、みんな。普通に行くんです、どこで勉強するか話は、お前。どこで勉強するんだって。俺、シャッツの時ならなかったぞ。シャッツの時俺ならなかったんだ。小学生、中学生。小学生、中学生の時に俺はならなかったぞ。ならなかった。よいしょっと。使ったことがない、現地。じゃあお前は現地を取ったことないんだよ。俺は何回も現地、あのね、取ったことあるから。洗顔しまーす。マルシー、初見気になって。初見って何？初見のこと初見なんて僕言ったことありませんよ、多分。ないよ。あるか。あったっけ。なんかそれさ、超昔じゃない？初見ちゃんって呼んでたよね、なんかもう。初見ちゃんって呼んでたよね、最初その時。あるわ。だから、お前らのおかげで、な。最近言ってねえよ。最近は言ってない。初見のこと、いや、これ昔はそう覚えてる。まあ、お前らを通してやっぱ頭が良くなってってるから、感じは。漢字の勉強はちょっとね、みんなのおかげでね。そうそう、カビなの。まあまあ、カビだから。
ガチで多分4ヶ月ぶりぐらいだよね。前回配信した時以来だもん俺で、洗顔すんの。これマジ真っ白になるよな。4ヶ月ぶりだから驚くぐらい多分真っ白になるぞ俺。驚くぐらい真っ白になるぜこれ。湯船から出た後いつもだって超真っ白になるじゃん。いや石鹸はいいよ、石鹸はプレゼントしなくて。石鹸だって俺持ってるもん、マールソープ。まだまだ予備いっぱい持ってるよ。石鹸なんかいっぱい余っとるわ。湯船なんでもするんですね。うん、歯磨きもしたりする。歯磨きもしないと。歯磨き忘れちゃった。歯磨き忘れちゃった。よいしょ、ちょっと待って。もう一応念のためもう一洗いしとこう。ネクソコティーって何それ。いやでもほんと粒立ちがやわ、粒立ちが全然違う。新しいシャワーヘッド、さすが1万4000円のシャワーヘッド。粒立ちが全く違う、気持ちいいよマジで。ああ粒立ちがふんわりしてるっていうか、粒立ちが全然違う。ああよいしょ。貴族だな。まあ貴族だな。風呂でも作曲する。うん、タオル、よいしょ。じゃあちょっとよっしゃ。あ、独身貴族ですよ。やっぱ独身はいいよな、そういった意味では。うん、独身子供部屋おじさん、反射に気をつけないとは。まあこれだったら反射す、いや一番反射しそうじゃねえかこれ。うん、はい、一人暮らしもいいな。令和の結婚する気あるだからねえって、今んところはねえって。ただ将来的にはわからん、いついきなりね結婚したいなって思うかわかんないからな。ね、子供が欲しくなったとかさ。いやーでも僕やっぱね、30代40代は30、40はないんじゃないかなって思うけどな、子供が欲しいってなるの。まあ50代からわかんないよ。うん、まあリアルに40後半 50? でもそれでもわからん。うん、よいしょっと。一人は楽そうや。自分の遺伝子残した欲はない。ないね、全然ないね。自分の遺伝子を残した欲っていうのは DNA に組み込まれてると言われてるけど、俺の DNA は血管 DNA だから組み込まれてなかった。うん、そういうこと。血管だよな。結婚嫌だ。でもみんなだって別に俺と同じ理由でさ嫌な人っているだろう。ああ、ああ、のこさんの子供は勝ち組せえ。ああ、まあ遺伝子残したくない。いや別に残したくないとか言うわけじゃなくて、特別そんな残したいなんて考えない。うん、残したくないとも別に考えないよ。
絶対に残してやんないみたいな。大島家は俺で根絶やしだね。こんなほんとメンヘラみてえなやつばっかね、集まってる大島家は俺で根絶やしにせねばあかんって。そんなこと思ってないよ、そんなこと思ってないよ俺。うん、ね、エレキギターも持たせるわけねえじゃん、そんな。もしも自分は子供できたら。そんなんないよ。親父は喜ぶだろうね。みんなメンヘラなの？いや、みんなメンヘラじゃないよ。うん、いや、メンヘラな人いたけど。サッカーでもやらしたいの？別にそんなんだから何も考えてないって。うん。まあでも、結婚するときは、だから、みんなが、こういうときやっぱ考えるけど、いきなり来たりするんじゃない？俺みたいなやつって、いきなりフラッと結婚しようみたいな。もう天気が晴れから曇りがなるごとく、そんな気分で、タイミング、うん、そうでしょ。結婚だの婚活だのうんざりだよ。電撃結婚、まあそう、そんな気はする。俺もけどやっぱ自分そんな気する。いきなりだと思う。俺もなんかいきなり人間だと思う、そういうのって。あ、ちょいくらいだっす。来てないけど、うん、絶対相手美人そう。知らん、分からんよ、ね、あ、そんな誰かが言い出したおとぎ話に影響される必要どういうこと？いきなり発表ありそう。まあお前らだから女多いからな、女の方がやっぱ大変なんだろう。うん、それは本当思う。男はやっぱ気楽なんだよ、何より。めちゃくちゃ気楽だから、そこら辺は女の子だからうざそうだもん、周りが。やっぱいつも言うけどさ、絶対うざいっしょ。うん、俺も自分の親とかに結婚しなよとか言われね、結婚しなよとか言われたらうるせえバカって言う。お前が死んでからだって俺言っちゃうかもしれない、ムカつきすぎて。お前が死んだ後するからってムカつきすぎて。うちの親父にそんな言われたら多分俺そんなこと言っちゃいそう。お前が死んだ後するわって、うん、そんぐらいムカつくと思う。親父何も言ってこないよ、親父そんな言ってこないマジで。うん、ああ、女は結婚しないとかわいそう認定される。だから世間体でしょ。うん、だからそこはやっぱ男のがやっぱほんと気楽だと思ってるよマジで。うちも言われない、うちも言われない、干渉してこない。うちの親父な、干渉してこねえな、もう。干渉させられたらちょっと逆にちょっと俺ムカつくな。まあまあまあいいや、うんうん。おめえが言えたことがバカって、おめえが言えたことがバカやろって。結婚しなよとかあいつに言われたくねえわ。言わない、自分の人生だもん、好きにしたらいいね。いやまあそうだよ、でもやっぱ違う。だからね、ああまあいいや。あ、服着ました。まあまあ、うん、まあ、大丈夫だから。心配で、まあ、言うのはあるかもしれないけど。その割にここの米で結婚しないと質問を言ってないが。だからそれいつもあるだろうが。もうこれからもあるんで、みんな不安なんだよ。うん、俺なんかお前らと比べていつでも結婚できんだよ。だ心配しな、こっちの心配しなくていいから。ね。秒で結婚できるから俺って、やろうと思えば。うん、自分の心配してろ。本当そういう話だからね。うん、気が早くない、当たり前で。俺なんか秒結婚しようとは秒で結婚できる。俺なんていくらでもできるわ。イケメンの当たり前だろ、やろうとはいくらでもできるよ、うん、自分の心配だけしとけ。のこさんに結婚してほしくないので、ああなんかね、いやそんな知ったこっちゃねえから。
絶対毎日顔洗った方がいいけど、やっぱちょっと、ま、真っ、けど真っ白で、真っ白、どうなんだろう、あんま分かんねえな。うん、秒で祝福しますって、ね、今。ああ、祝福、うん、ありがとうね、ありがとう、ありがとう、結婚しましたって時ね。白くなった、とてもイケメン、白くなった。いやでもやっぱマヨソープ使うとやっぱさ、ちょっと白くなるんだよ、なんなんだろうな。でも4ヶ月ぶりぐらいに洗顔した。うん、画面越しだと明らかに石鹸で洗う、乾燥しない。あっ、そうだ、悪い、忘れた、これ使わないとダメなんだ。俺ちょっと久々すぎて忘れた、化粧水だ。うん、ヒゲ薄くねって、ヒゲは剃ったよけど、朝剃ったから。化粧水はほんとずっと使ってる。あ、叩いちゃう。化粧水だ、これやっぱこれだけはずっと使ってるな。化粧水使うよ、だって今めっちゃ乾燥してるじゃん。うん、めちゃくちゃ乾燥してるから、化粧水だけは DHC だよ、 DHC ずっと使ってる。これはだって DHC 歴俺長くない？俺結構6年間ぐらい使ってるよね、 DHC 歴。配信でだってね、6年間ぐらいおすねっていうか、ずっと。うん、つばしちゃんのも使うよ。 CM がニベア塗って、いつ DHC の CM 来んの？来ないよ。うん、二度と来ねえだろ。二度とって今まで来たことないで、ね、二度と来ない。だからしゃあない、俺さ、乳液だん、乳液ベトベトすんじゃん、乳液。俺乳液さ、ダメなんだよ。乳液使わないの、乾燥しないの、次。いや、してると思うんだけど、わかんない。俺の知らずして、乾燥してんだと思う。うん。乾燥、俺化粧水つけたから、俺は乾燥してないんだって。なってるだけで、乾燥してんだと思う。寝るとき、暖房、めっちゃやってっから。うん。アルコールペダ、乳液俺ダメなんだ。やっぱダメな人、やっぱ何人かいるけど、俺もダメなんだよ。べちょべちょするからさ、ベチョベチョしちゃうから乳液だなんだよ。うん、え、知らせ乳液だ、クソビ系だってね。俺なんか いつもさ、すごいイケメンとかやめてよ。もういつもいつもさ言ってくれるの、ありがとうね、嬉しいよ。いっぱいが言って褒められて伸びるから、俺のたちのお肌、俺たちのね褒められて嬉しいよ、やっぱ。うん、嬉しい嬉しい。かわいいし、いや、俺もそう思うよ。俺もそう思うから、本当に。俺もそう思うから、マジで。うん、オリーブオイル。あ、オリーブオイル。あ、オリーブオイルだから、これ持ってきてる。はい。かっこいいです。ありがとうございます。いつもありがとうございます。いや、分かってんだけどね、やっぱ言われるのは嬉しいよ。今日もだから、オリーブ、いや、俺だからライブで持ってってっからね。ライブで、これ。イソジンとか、あとは、この手の洗うやつ。テピカジェルとかさ、顔に塗るわけねえだろバカかお前な。俺はフランス料理か、今からオリーブオイルを顔に塗るわけねえだろな。テカテカやべえよなお前、そこまでしねえ。じゃあオリーブオイルは女の子、え、嘘、え、これオリーブオイル顔に塗るといいの？嘘だよねこれ、ギトギトになる。顔に塗るオリーブ、あ、そう、あるんだ。顔に塗るオリーブオイルも。でも多分これ、オリーブオイル、別に普通にいいやつですよ。うん。いいオリーブオイルですよ。うん。サカナクションの山口一郎もオリーブオイル飲んでライブしてる。あ、俺のことパクリ上がったな、あいつ。な。うん。一郎は、俺の配信見たんだよ。俺の配信見て多分あいつパクったな。な。やっぱオリーブオイル飲むなんてさ、そんなさ、気違い的な発想俺しか浮かばねえだろ。大体。な。俺しか浮かばねえだろ。な。一郎だから俺のツイキャス、いや見てそうじゃん。てか、グッサンさ、山口さん。いや、山口一郎ってだってインスタライブめっちゃやってんじゃん。てか、昔からあの人ってニコ生とか好きなんだよ。俺の配信も多分見てる、あれ。うん、多分見てる。うん、あ、Mステで？あ、そうなんだ。でもやっぱ、
路上ライブやって怒られた。あれけどさ、やっぱさ、スピッツのさ、そうそうそう、スピッツのあの正宗さんもさ、オリーブオイル飲んでるから、やっぱみんなあのー、も飲んでんだろうな。握手会した何が、イチローが、イチローの味どうでもいいよ。あの人たまに面白いよね。味慣れた、味はけど慣れた、全然慣れた、うん、てか今のオリーブオイル俺美味しいから、うん、もうレモンの味するから、うん、今のオリーブオイル美味しいんだよ俺、むしろ、うん、レモン、レモン、レモン風味、レモン風味のオリーブオイル、はい、美味しいの。どこで見つけた、みんなからもらった、タッカーの多分もらったから、タッカーの多分もらってるか、美味しいオリーブオイル入手しました、はい、レモン、レモン風味のやつ、うん、蜂蜜もそうなんだけどね、そうそうそう、うん、どこで買うの知らんよ。まあとりあえず美味しい。うん。顎関節は治んないな。うん。顎関節症は俺はもう治らないってことが分かったから。うん。なんで飲み始めたの？やっぱフランス料理とかやっぱ美味しく食べたいじゃん、常に。ね。マウスピースしよう。どこをドラや地球。これマウスピースだからもうこれ2週間前2000円で作ったこれ、うん、リアップたまにあれ続けてる、たまけどたまにだよ、リアップもたまにしかやってないよリアップ、けどこれもうね、もう多分俺も使わないだろうな、もったいないよな、けどまあ2000円だからね、2000円だからつけないの、だから無理やった俺、おえつしょあるから、おえってなる、おえつしょあるから、二日目でギブアップした。寝れなかったの。おえーってなって。おえーってなっちゃって。うん。安い安い安い。2000円でできるよ。てかみんなもつく、だからみんな作りな。顎関節症で苦しんでる、あの人たち。若いうちからやりな。リアップも効く効く。リアップも若いうちからやりな。ハゲてる人たち。リアップもマジで俺、効いてる気すっから。うん。保険が効くんだよね。ああ、保険効いて2000円とかってこと？俺も2000円か3000円で。忘れた。うん、まあ、そのぐらいで買えるから。マウスピースで治るの。なんか、あれ、な、マウスピースで、なんか2、3ヶ月。ああ、違う、半年か。半年か1年か。そんぐらいつけ続けたら、治るみたいな。うん。そう。だから、ちゃんと、な、長期スパンで、見ないとダメ。ドラッグストア、マウスピースはだから長期期間で、寝るとき寝るとき、俺は言われたのね、寝るときだけでいいから。2000円嘘だろ、ほんとだよ俺、3000円か2000円、マジだよ、マジマジマジだよ、2000円か3000円作ったよ。なんか歯医者かどっか、歯医者か、歯医者みたい、うん、歯医者か、あれ歯医者か、歯医者だ、歯医者で気が遠くなるな、寝ている間につけてるだけで、おやすみなさい、な半年終え、いや違う、慣れだから俺、慣れ、うん、多分慣れないためだから、寝てる時歯食いしばっちゃうから作って、そうそうそう、あ、あの歯食いしばっちゃう人とか、要するに顎関節症になっちゃうとか言われんじゃん、だからそういうのとか、若いうちから、将来口赤くなるんじゃない、いいよ、うん、ね、歌は心だから、うん、将来歌えなくなるって、口開けて歌えなくなるって言うけど、歌は心だから、うん、ね、歌は心だから、ね、もうマシュマロ詰めて寝る、T シャツって着替えた、 T シャツ着替えてないよ、なんで T シャツ別にこれとこれでもいいかな、うん、セカンドオピニオン、将来埋めくの、うん、別に将来埋めたって何でもいいよ、うん、いや、とりあえず顎関節症は職業、これも職業病だから、もう俺はしょうがない、ただみんなは濡れてないのって、どういう意味で濡れてないって、下ネタ行くこれがやめろ、 T シャツかわいい、濡れて、あ、 T シャツか、別に濡れてないよ T シャツは、うん、濡れてない、今何してんの、え、今お前と話してんじゃん、バーはお前どこにいるんだよ何してんのってよくわかんねえよね、なんて答えりゃいいのこれ、今お前と話してんだよ、それ以外何もでもねえだろ、
な、配信しておめえと話してんだよ、うん、お前が何してんだよ逆にな、お前は逆に何してるんだよな、うん、話してる、濡れてきちゃった、うん、え、ああしゃがんでるよ、はい、すごいさっき濡れてたのに、ああさっき濡れてたのみたいに、ああシャツっしょ、シャツして下にも着てたから、そう今年の抱負乾くな、下にもなんかちょっと着てたから、そういうことそういうこと、今年の抱負なんかだからねっつってんだろ、マニフェストも適当に書いたろ、今年とかそんなもんどうでもいいんだよ、未来とか過去とかな、今が今年なんだよ、今が全て結果に繋がっていくんだよ、未来とか過去とかどうでもいいだろ、ソロ活動とかしねえよ、いやほんとそうや、未来とか過去とかどうでもいいだろマジで、未来とか過去とか真面目な話てか今この瞬間だけだろ、うん、今が結果つか、まあそうだし、いやこれはもう真理だよな、ずっと俺言ってる、今を生きる、俺ずっと言ってるけどさ、俺もうこれ真理だよな、未来とか過去とかほんとどうでもいいよな、うん、今が未来になるし、今までやってきたことが過去にやってきたことが今になってるしね、過去にやってきた結果が今にね結びついてるし、過去の今がね、過去や過去の今がね、前部屋の椎木さんにめちゃめちゃ大事なことは3回以上言うよ、うん、それは言いますよ、はあ、みんながやっぱ見失、社会に飲み込まれて見失いそうになることを僕は配信でいつも言うから、はあ、西川何10代に間違えたする、どういうこと、宿題してます、おやすみなさい、宿題して寝ます、宿題なんて別にやんなくていいよな、もう本当にさ、やったってどうせ無駄なんだから、あんなもんさ、昔と先々を考えてやむ、お風呂入ってすっきりも、なんで聖マリってか知らねえよ、てか今しか生きれない、残さいつ寝るの、俺も寝るよ、年には疑えません、読めません、難しい感じね、ありがとうございます、せやね、うん、まあ別に俺まだ2時だしね、そんな別に寝なくたって朝5時には寝れりゃ、もう4時間5時間寝れりゃいいよ、明日起きるかな、抗えないか、4時間5時間寝れりゃもう、俺だから最近そんな感じだから、宿題やっても意味ねえよ、好きすぎる、いや意味あるよ、うん、宿題やって意味あるっしょ、やっぱそのちゃんと勉強していい会社入ってね、安泰な人生を得てって考えたらね、うん、それに何か意味あんのか、うん、そっから先だよ、安泰の人生を手に入れてね、それが本当の幸せなのかどうか、ね、お前にとって、うん、でも本当そうやな、うん、こんばんは、安定大事だよね、漢字なんか関係ない歌詞に、うん、安直な人生はもう無理だ、寝るの少ないと心配、いい会社入れてれるとも安泰とも限らない、睡眠すぎる、理想の自分は消え、あ、マジで、うん、そこははかとかかかなくバカにしてる言い方ない、そこははかたかとかなんだ、これ、うん、覚醒してきたんだね、すごい、もう少し眠らないと、名言メーカーだね、安泰の人生を歩むのが一番難しい、明日ラジオ生放送だよ、うん、緊張、まあちょっと前回より緊張しねえけど、うん、ショートスリッパになってないよ、やけくそでやってるだけだよ、休み、やけくそでずっとやってるだけだよ、もう仕事なんかずっとやけくそやってるから、もう眠いで、うん、眠いでずっとやけくそでやってます、はい、まあそんな、それはみんなが毎日経験してることでしょ、働いてるな、うん、だから今働いてるから、今ニートじゃないから俺、うん、みんなが毎日それをこれを経験してんでしょ、だからすごいよ、いやみんなやっぱ社会人ってやっぱすごいよ、うん、本当に、いや本当にそりゃそうよね、朝行って学校行ってな、会社行ってみたいな、今時のこん時だね、前回スクロール、おっさんの夢聞いて寝ます、
やりたいけどやりですよね。ああ、小林克也の前で緊張してるわって。いや、あれは緊張するでしょ。すごいよね。ああ、お休み。あ、全員寝るじゃん。まあみんなてか寝ニートしか残んないよね。まあこっからね、こんばんは。はい、まあこっからね、ちょっとね、ニートやま、お休み。平日だ、土平日でもこんなけどね、みんなね、いつも通りね集まってくれるの嬉しいけど、俺がやってるからみんな眠れないって人もいるし、寝落ちしてる人って結構いる、ね、寝る人はあれだよ、あの配信つけっぱい寝てね。うん、あれこの前もてかずっと昔から言ってんだけど、これ寝るときは配信つけっぱい寝てね。うん、配信閉じるなよ、リスナー数減るから。うんね、お前ら、ね、寝出したら俺のリスナー数がね200人とかになっちゃうから。うん、200人とかなったらやべえだろ、減ったねって言われるだろ。だろ、だから気にしないんじゃなかったのかよ。いや、気にしないよ、リスナースだって。でも最初は気になるだろ、最初は気になるわ。あのね、最初は気になるんだよ。200人になってみ、この500、いつもの500人が200人になって最初は気になる、その後開き直る。それが俺のやり方それが俺のやり方それはなるだろ、うん、そうそう、なれるっていうか、もう開き直る、うん、それが俺のやり方、うん、でもずっと500人で安定してるのはやっぱすごいよな、俺の配信って、うん、なんだかんだ、うん、ねえ、ずっと別にこんなずっと家でグダってるだけなのさ、うん、いや、ずっとこれでもね、ずっと500円じゃねえ、500人でいうね、キープしてるの俺すごいと思うんだよね、これ、うん、そっ固いよね、この株価500円、500円、400円のこのここら辺これ株で例えると本当ここら辺が硬いよね、ここのライン、うん、硬いね、500円、400円、うん、300円いかないじゃん、うん、安定株安定株といえば安定株、うん、いや株価みたいなもんだろ、うん、800円は欲しい、800円、まあ800円ぐらいはね、今なんか行くとき行くじゃんね。うん、大事、安定300円台は昼間、親父に勧めよう、500キープ、うん、今って株大丈夫なの？俺はけど儲けてるよ、儲けてるって別にそんな大して儲けてないけど、500円、米の流れがちょうどいい、フジテレビリターン細かく長くがいいよ、何を言ってるのかよく分からんが、なるほどね、うん、今日がこれ発売日なんで、改めてちょっとよろしくお願いします、自動カルテ、これね、皆さんまだ手に取ってない、宣伝なんかしたってしょうがねえだろお前らに、うん、みんなどうせ買ってだろ、うん今日届くよって、まあ届いてフラゲした、あー3枚ゲットした、あらとね、いやそれは本当にあらと、もう届いた、あらとね、これからも届きます、皆さんありがとうございます、はい、うん、まあこれねちゃんと中見せないけど、中開けたら素晴らしい、まだ手にしてない、だからあの中開けたら素晴らしい写真集がね出てるから、まあ今日ね、うん、明日よろしく、で、あー、よいしょ、あー、あー、デカジャケ土曜日届く、あ、デカジャケつかアマゾンか分かんないけど、ツイッターのリプライで俺のさサイン当たった人は
当たってよかったね。俺の3位当たった人。3位誰のかな。なしの人いなかった。なんかいたね。あれ何、裁判起こされんの、うちの事務所。3位なしってどういうことだ。なんか3位なしだったやつになんかリプライできたんだけど、3位 なかったよって。あれどういうこと。誰でも当たりっしょ。そう、3位なしってどういうこと。あれ裁判じゃないな。やばいっしょ。損害賠償取れるっしょ。デカジャケ千葉銀の3位だった。あ、もう大外れじゃん。そんなのやだ。美佐子さんどういうこと。逆にレア。うん、期限が分からん、知らん。アマゾンのミスな、あのアマゾン訴えたりすれば勝てるんじゃん。うん、大外れ。サインなしで申し込んだのかな、分からん。うん、サインなしでも質問知らんけど。のこさんとモノくんのサインだった。僕の当たった。予約期限、なら元からサイン、まあまあそれは死んねえよ。うん、そやけど、まあそんな人いたらばかわいそうな話だわ。ああ、かわいそうな。いや、ちょ、カフェラテどうしようかな。カフェラテって結構案外さ、あれさ、期限過ぎるの早いんだよな。ああ、プレモルあるよ。プレモル飲まん。ああ、なんか飲む。牛乳飲む。牛乳飲む。ジャケット外にサインならよかった。うん。足が速いね。え？固形物なし。固形物？固形物今日けど、あれ、なんだ。あれ買ったな。あ、これだ。キャベツ太郎買ったわ。キャベツ太郎買った。キャベツ太郎美味しいよね。牛乳最近よく飲むっつうか、いや、あーそっか、まあさ、確かに牛乳なんか好きなシーズンあるかも。牛乳、父が昔よく食べてた。嘘でしょいや別にお前も食えや。コンビニで売ってんだろ、キャベツ太郎。いやこれ別に美味しいじゃん、普通にコンビニで。俺コンビニで買うよ。うん、キャベツの味確かにしないよね確かにキャベツの味しない、しないよ。いやこれ美味しいよな。うん、ポンスケってない。どこがキャベツ、てかうまい棒。うん、いやけどこの時間、やっぱ深夜のこの時間さ、やっぱお菓子食いたくなるよね。コーンポタージュみたいなやつって、コーンポタのやつじゃない、スナック菓子。うん、好きだよ。なるよね、わかる。だからこの時間、この時間に食べたくなる。うん、お菓子。自動カルテポチりました。あいさっす。のこさんの影響でお菓子買うような、ということで。まあ太らないから羨ましいって。お前ら、あの量がめちゃめちゃ食べてんだよ。量が太らないっていうか、深夜にお菓子を食べるから、カップラーメンとかね、それを食べるから太るのではない。お前ら量が違うんだよ。量が半端ねえ量だから。キャベツ太郎 10袋ぐらい食ったりしてんだろな。10袋ぐらい食ったりしてんだろ。差し入れライブで、ああない、量だろ、量。適量が分かんないんだよ。そバカだろ適量が分かんない。まあそっか、あれか、単純に食べちゃうのか。お腹がいっぱいになるまで食い続ける、キャベツ太郎を食い続けるって感じか。18日着く。そんなお前がもう行くしかないじゃん、アマゾンに。ふざけてんな。うん、マジでその通りなんだ。まあ俺もだって一袋は食わないからな、食テロ。うん確かにファイナルの後じゃ。
俺代謝めっちゃいいよ。だから今暖房つけっぱでさ寝るんだけどさ、あれやっぱ汗かいて起きるもん。うん、めっちゃ汗かく俺。すぐ汗かく。ライブでもすぐ汗かくし、嫌なんだよね汗かきなの。うん、ライブでも汗かきなの嫌なんだよね。あの髪型崩れるから。髪型が崩れるから。スマップみたいなこと言うけど、いや温度設定関係ない。俺すげえライブはこっちも、俺ねやっぱすげえ代謝いいもん本当に。うん、めちゃめちゃ代謝いい。髪型とかだって整えたってすぐ汗かいて、やっぱさね頭から汗かいて、そうそうそう、まとまっちゃってさ、でいつもオールバックにすると、オールバックになってんじゃん、いつもオールバックになってんじゃん。スプレーで固めたって無理なんだよ、もうダラダラ汗出るから。うん、アイドル今日もオールバックにしたね。いやだからオールバックにするしかねえんだよ。うん、汗かくと頭皮に、まあまあ汗かくってけど健康にいいからね。登場時の子さんかっこいいね。そうだよ、ずっとそれでいたいんだよ、ずっとそれでいたいんだよ俺は。登場時のままで、いやぜ、汗かきだからさ、そう前髪が乱る。スプレー逆にキモくなら、そうなんだ、やったことない。うん、だから3曲目でオールバックした。だからいや本当に汗かきなんですよ。汗かかなくなるお薬知ってます。あ、嫌です、そういうの。うん。ドラッグをやんないことに決めてるんで、人生で。ライブはぐちゃぐちゃになるよね。うん。もう一人。あ、お茶まくあざっす。ねあ。まだ来てないけど。もうこれで終わりしよっか。僕も寝ないと。うん。明日からまたね、地獄の社会生活に戻りますわ。ね。一時のこの竜宮城の夢は、ね、儚く、精神薬あざっす。儚く、もうね。あの過去のものとなるのだね。お茶まくあざっすね。夢のような時間は儚く散ってね、一気に社畜生活に戻りますわ。寝るよ。あーてかもっと朝早いもんマジで。えてかまあもうそれはいいんだけどさ、100歩譲ってそれはいいんだけどさ、病気な、ちょっと本当これを完治させたい。風邪気味を感知させたい。ああ感知させてんだよ。ああほんとずーっとね、ちょっと今ね頭はボケとして今日配信してるけど、なんかやっぱね、なんか完璧じゃないね。ああ雇ってもらえていいな、ね、感知させるために早く、ああ風邪を大事に喉、まず寝んのは、まあそうだね。お茶バックアザース。いや、オナニーしないよ、この後。オナニーしてもやっぱ、風邪悪化しちゃうもん。気がするもん。てか、もう今ね、元気ねえから。オナニーする元気もない。打つかどうかもちろんわかんないけど。免疫力低い。いっぱい寝て。いや、皆さんもね、寝てください。まあ、寝られない人もいるっしょ。みんな何時寝てんの朝ね。やっぱチア逆転、まあニートとかそうでしょ、チア逆転してるでしょ。うん、ああ俺も早く仕事がない生活なりてえわ、マジで。これは別にね、皮肉でも何でもなしに、またいつもの新生かまってちゃんに戻ってもらいたい。仕事がないな。最近は5時ぐらい、朝起き、先ほど起きました。リリーベ最高で、ああ今日ね。いつ頃そうなんのかな。いやなるだろ、うん、申請かまってちゃうんだぜ、なめんなよ、すぐ仕事なくなるわ。うん、でまた久々の仕事だって言って、11月に、今年の年末に、明日9時起き。うん、違うって、しばらくは忙しい。寝て、まあしばらく、まあしばらくね。すぐ暇んな、俺さ、すぐ暇人なだろ。自虐でもなんでもねえよ。あのさ、俺思うんだけどさ、仕事がある日々の方がほんとさ、辛いぜ。マジで。仕事がなくて、
俺だって別に仕事なくたって今配信でもさ、てかネットの方が金稼いでんだからさ、なマジで、うん、自虐でも何でもなく本当に暇な方がいいわ俺、うん、課題して寝る、わかる。3人だったら少し大変なんのかな最初はね、うん、最初はいろいろなんか慣れないこともあるだろうけど、うん、ライブやってよ、家にいてよ、まあライブもするけどさ、うん、いや家にいてよマジで、いやツアーもやるよ、ツアーもやるよ、うん、今ぶっちゃけで言われてもあのライブなんかやりたくねえよ、うん、ずっと家にいてこんなんさ、もう今こんな体調良くねえ時に、うん、特に今言われたってライブなんかやりたくねえよマジで。まあまあけどだから体調もね直して13日までにねちょっとモードちゃんと切り替えていくんで、ああでも今日は今日のライブは今日のライブでよかったけどね、俺の声クソだったけど俺の声ほんと超クソすぎた今日、うん、お布団からライブしよう、楽しい。家からのライブ主流になったら面白いっすね、しんどいのがファイル、うん、違う風邪ひいてんだよ、だから今風気味だから喉が喉風邪、喉風邪だからもう喉が、あと痰もすっげえだよね、いやなんか悪くなるんだったら本当最近みたいに38度39度とか出てもらいたいんだけどさ、絶対今別に測ったって36度なんか4部とか3部とかそんぐらいだと思う、うん、35度とか全然足らないと思う、うん、加湿してほしい、加湿ないよ、鍋で加湿してるよ、鍋で、うん、みんなに言われて思い出して、鍋危なくない？鍋、うん、たまにあの熱した鍋の中に昔蹴っ飛ばしてピシャーってやったことあるね、朝起きて鍋置いといて鍋がそこにあるの、買いすぎどこ行っちゃったのあれ去年の、うん、あれ親父持ってったんかわかんねえけど、なんだろう去年買ったやつどこ行っちゃったんだよあれ、多分探せばあると思う、買いすぎどこ行った、うん、もっとどっか行ったマジで、ああ、まあ鍋が一番よ、マジで鍋が一番いいから、まあ別に去年とかもう一個買うよそんなんだったら、鍋最強だから、ああ鍋最強だから、そう鍋が最強、こうやって鍋最強、うん、して当たり前じゃん、こうやってやって、まあ結構時間かかるんだけどね、加湿器持ってないだから今、うん、火の扱い気をつけてな、空炊きって何、空炊きって何すか、空炊きって何、あ、空炊きってあれか、俺が一回やったことあるやつか、家燃やすとなったこと一回あって、そう水がない状態、そうそうそう、なんもない、俺やったことある、それさっき曲作りで夢中になって、うん、この夜間で、この夜間確かこの夜間で、そう水が入ってない、つかみこの状態で夜間でカップラーメン食うぞってやって、カップラーメン食うぞってやって、あのずっとこれでやって作曲部屋入っちゃって、2時間後か3時間後か分かんねえけど、うわっってでも普通になんか分かんない、水もなくなってたしなんか大丈夫だった気する、とりあえず大丈夫だった、うん、うちのばあちゃんやんけ、けどよかった、でも本当に大丈夫だったその時は、うん、多分なんか蒸発したでしょ、蒸発で炎がなくなったかしないけど
高いって言われてない。安全装置ついてないの知らねえよ。安全装置ってなんだよそれ。ね、スクリンプラー機能か。そんなあるわけねえだろ。ホテルにあるようなやつねえよ、スクリンプラーとか。うん、換気扇なんかこんなもんな、こんなゴミ換気扇つけ、こんなもんさほんとさつけるわけねえだろ、こんなもんさ。だからこんなんずーっと多分我が家、俺見たことないよこれつけてるところ。うん、まだ小学生、俺が小学生の時とか使ったんじゃない。ああね、小学生の時とか使ったの知らねえよ。もうとりあえず20年間ぐらい作動してないと思うよ、換気扇なんか。うん、全然使ってない。てか俺この存在は知んないもん。うん、ああつけないのっつったらつけねえよ、つけるわけないじゃん。つけたって別に何の意味があるか分かんないし、そもそも料理しないし、そうそうそう、料理しないし、つけて何の意味があるか全く分かんない俺は。うん、料理できないっていうか料理とかしないよ。料理をしたとしてもカップラーメンだから作るだけかな。カップラーメン作ったりとか、あとはクラムチャウダーとか、こういった、うん、エビのクラムチャウダーとエビのスープとか、こういうのしか料理しない俺。うん、エビ、酸素が減る。あ、そういうことね。へえ、火を使うと酸素が減るんだ。じゃあ俺はこれいつもね、あの ラーメン作る時とかお湯とか炊いてるんだけど、そういう時とかいつも僕はあの酸素がない中でなんと生きてるんだ。目玉焼きとか焼ける、人生で多分やったことない。目玉焼きとかやったことないよ人生で。湯沸かすときつけるよ普通。うん、普通か。普通に縛られちゃまたそれもね。うん、普通っていうのはよくわからんわ俺にとって。まあとりあえずないよ俺にとって。みんなの普通はもう通用しねえよ。うん、何か作るってだから何も作んないって俺。パスタだから、パスタをね、あの昔この鍋入れてそれやったことあるぐらい。料理はパスタをやって、あとはチンしてミートスパゲッティ作った。あの時ぐらいは。そう、ミートソーススパゲッティ、湯豆腐作る。ああ、湯豆腐も確かにね。うん、美味しくできた。忘れた、超昔だから。超昔やったから、そんなもんやったとしても超昔って忘れた。20歳とか21歳とかだけど。うん、パスタ、うん、パスタ食べたい。料理配信、バイトじゃないな。うん、加湿できてます。いや結構だから、まだね、長いんだって。うん、湯豆腐料理って意外と適当でもなんとか。へえ、おにぎり握れる。わからん、握れるんじゃん。握ることぐらいできるでしょ。蓋ない、また作って。しゃぶしゃぶまたしよう。しゃぶしゃぶしたことあったっけ、しゃぶしゃぶ配信。ああ、なんか何年か前やったっけ、しゃぶしゃぶ配信。懐かしいなこの鍋だ、この鍋使ってしゃぶしゃぶ配信やって。あれ美味しかったな。しゃぶしゃぶ余った時あったな、あったな。てか全然しゃぶしゃぶ食ってないよ。あ、誰かハマってた時あったよね、しゃぶしゃぶ。ポン酢頭からかぶってなかった。かぶったかぶった、なきゃねえだろなあ。それ他の配信だろ。ポン酢頭からかぶってバカいるか。ポン酢で、そう、ポン酢でね、そう、ゆずポン、ポン酢、うん、ゆずポン酢、ゆずポンでしゃぶしゃぶしてましたよ。しゃぶしゃぶ普通に、いや、うまかった。えのき食べた。いや、最近全然、てかそれ配信以来多分やくてる。頭からかぶったら嘘でしょ俺ってわんぱくすぎるね、やっぱな。頭いかれてんな。ポン酢頭からかぶってたってやばくないそれどんな瞬、どん時だよ。どんなタイミングでポン酢頭からかぶるんだよ。なあ、ありえるのかそんなこと。
そんなんに絶対やんねえからな俺。いや絶対やんねえからそんな俺。やだよ、後処理超めんどくさそうじゃん。はい、まあとりあえずそろそろ、どうだろう、わかんない、ちょっとこれ使った方がいいんだよね。あ、ほら、まあまあこれでもうお湯が沸きました。はい、まあ大体俺加湿させるのやっぱこれ寝室、ちょっと今片手間なんで、片手が今これ塞がっちゃってるんで、こっちで、うん、寝室持ってったりとかするんだけど、あとはここ置くかな、単純にここ、うん、湯気でめっちゃ出るよこれ。これが最強ですよ、最強の加湿器はこれなんだよ。まあそこかな、俺がいつもだから、ほんと気をつけないといけないのは、朝起きた時いつの存在忘れて蹴っ飛ばしちゃって、だから俺これ多分それもうね、もうわかんない、5、6回やったことあるんだよね、うん、ガーンって。いやその時は別にもう水なんだけどさ、水朝起きた時ね、うん、ガーンって何回も蹴っ飛ばしてやって、そうそう、床溶けない、だからしその時は水じゃん朝は、そうそう、うん、やけどしない、朝だってテンションめっちゃ下がる、だからこれかなり加湿される。まあ、いつもはこれと、あとはこれかな、うん、二段構えでやってます。はい、鍋敷きって何、鍋敷きって知らん、何それ鍋敷きって知らん、焦げちゃわないよ、うん、まあ焦げてんだろうけど、まあもともと焦げてるような色してんじゃん、鍋の下に引くやつ、ああトイレットペーパーみたいなやつか、なんか雑巾みたいなやつね、別にいいよ、うん、今までずっとやってきてるから何も問題ありません。床を洗う時期はだから全然、あのワイルド加湿だって言うけど別に傷んだことはございません。傷んでたとしては僕は気づいてないんで大丈夫です。てか傷んでても別にいいっす、はい、傷んでても別にいいっす、時間ね、床なんて別に傷んでたっていいっすよ、いいよこんなもん、床はね、あの傷むとあの硬くなるから、また傷むとまた硬くなるから、スーパーサイヤ人と同じだから、サイヤ人と同じだから、ドラゴンボールのね、あの負けると強くなるみたいな、まあ何でもいいんだけど、はい、何でも何だっていいんだよ、うん、床を信じてあげたらいいんだよ、床を信じてあげたらいいんだよ。でもやっぱこう見るとさ、やっぱさすごくない、俺も今まで加湿器買ってきたけどさ、この加湿器すごくない、すげえ加湿されるじゃん、加湿量半端ないと思うんだよね俺これ、やっぱ加湿量、鍋、うん、鍋が一番やっぱ加湿量、そう加湿量俺半端ないと思うんだよ、うん、だから俺も先週あたりからかな、みんなも配信でさ言ってくれたじゃんコメントで、あって思って、そっか鍋やりゃいいんだって、うん、先週あたりから俺もそう、床大丈夫、床はもうだから焦げてるようなもんじゃんこの色合いね、うん、それが一番効率いい。お子さん身長体重だから身長20センチだっつってんだろな、あ違えわ、20センチ、小人じゃねえかお前、それや殺すぞな、ふざけんなな、260メートルだっつってんだ身長はな、濡れタオルもいいよ、いや別にあのねすいませんあの小さいおじさん、白雪姫に出てくる、あの白雪姫の出てくるあの女の周りにいる7人の小人のあの親父じゃねえか、20センチだったらよな、あの女の周りにいるさドワーフ、そう
ドワーフみてえな斧持ってる親父、あいつじゃねえか。寝た方がいいんじゃないかって、お前らここまで伸ばしたから次の茶爆までやろうとしてんだよ俺は。なあ、まあまあ一応けど鍋見せて よかったわ。うん、こういう加湿の仕方もあるよって。さすがにな、俺けどな、これ自慢したいな。今このさ、ね、IT 社会でさ、2020年で鍋で加湿してる、ね、俺なんて俺しかいない。加湿器プレゼントしたいわ。いいよ、鍋あるから。うん。やってみたくなった。見せてくれてありがとう。いや、でも俺しかいない。2020年あって、ね、こんな鍋やってるやつは、原始人だわ。ね。いや、このネアンデルタル人いねえだろ。な。うん。こんなネアンデルタル人いないよ。昭和感。昔、ね、友達は昔やったでしょ。いや、IT がいいです。原始的だけど、リンは。うん。サバやりたくなる。あ、鍋やりたくなる。うん。ネアンデル、うん。その鍋に野菜入れて食べてほしい。だから、これに、しゃぶしゃぶ足やったじゃん。懐かしいな。野菜。あの、えのき入れて、しいたけ入れて、お餅入れたっけ忘れたけど、何とか、肉入れて、懐かしいな。んで、ポン酢か、頭からかぶって、懐かしいな。ストーブじゃ、ポン酢、ゆずポン酢美味しいよな。ゆずポン酢。いや、久々にしゃぶしゃぶ食いてえな。ストーブの上、またやる。いや、けど、本当は、のこさんパワーに見えたわ。のこさん、こんばんは。お雑煮好き。だから餅なんか俺ほんとね、ここ10年間食べてないよ。もうお餅なんて。10年、20年食べてないですよ。ゆずポン酢、ゆず好き。しゃぶしゃぶ食べたくなってきましたね。喉詰まらせそう。おい、しゃぶしゃぶ。こんばんは。なんで食べないの？なんで？いや別にスーパーで買えば食べれるんだろうけど。スーパーで買うという発想がないんです。僕それ言ったら、あれよ、あのスーパーで買いたいものなんてたまに浮かぶんだよ。やっぱキウイ、あとはグレープフルーツとかさ、あれマジ小学校以来、給食以来食べてないから、キウイとかグレープフルーツとか果物の、だからまあいろいろ他にもあるよ。なんか。でいつも忘れる。いつも忘れるし、キウイ好き、キウイ美味しい。フルーツとかは好きだよ。好きだったってか、グレープフルーツとか。なんか、でもそんな食べる機会なんかねえじゃん。スーパーで買わない限りさ。あ、キウイサワーとかね。そういうのはあるけどさ。ね、スカイタイム飲んでない。フルーツ風。パイナップル買って食べよう。パイナップルはセブンイレブンで買わないな。パイナップルはセブンイレブンで売ってんだよ。うん、パイナップル、セブンイレブンで売ってんじゃん。パイナップル、生のパイナップルがさ、小分けされてさ、セブンイレブン。だから、そのグレープフルーツはキウイとかあればいいんだけどね。うん。リンゴも美味しいよ。リンゴも俺さ、小学生から食ってないよ、多分。いや、マジの話。リンゴも多分食ってないと思うよ。うん。てかそんないっぱいあるよ、食ってないもんなんて。うん。だって一人暮らしするとさ、やっぱさ、ないじゃん。つか、まあジュースはあるかもしれないよ、ジュースとかは。うん。それは時期にさ、ね、直にさ食べる。うん、一人暮らししたらないじゃん。な。うん。お前みたいにオバタリアンとか。ね、お母さんとかお父さんとか家族がねいればさ、お母さんがやってくれたりするんだろうけどさ、な、うん、ない。俺には一人暮らしだとないよ。作ってあげて。いちごはどっかで食ったことある気がするけど、いちごとかマスカットとか、ああマスカットとかブドウ、ああそれもなんか食べた気すんな。なんか最近どっかで、最近でもないけど去年とか。桃とかは、いや桃も食ってない。桃食べたっけ、俺分からん。うん、アボカド、シャインマスカット、うん、シャイマスね、うん、シャインマスとか一応どっかで、そう差し入れで、そうそうそう、なんかどっかライブの差し入れかな、分かんないけど、
うん、てかみんなから差し入れか、みんな誰かが差し入れしてくれた、ファンが差し入れしてくれたシャインマスカットめっちゃ美味しかったライブで。高いよね、わからん、高いのあれ。うん、そうそう、シャインマスカット、そう、美味しい、めっちゃ美味しかったあれ、うん、あれめっちゃやっぱ高いんだ。高いやつだ、シャインマスカット、トゥルース届くんだ。うん、いや、ライブハウスの現地でね、ツアー中とか大阪行ったら毎回たこ焼きくれる人とかいるじゃん、いるじゃんってか、まあいるんだよたこ焼き、うん、そうそうそう、あれ高い、安くても900円、いや高っ、スーパーで3000、高いな、やっぱそんぐらいする、やっぱやべえな、3000とかすんだ。それは美味しいわけだが、美味しいわけだが、食べ物差し入れ大丈夫なの、当日だったら大丈夫なんじゃない、なんかそのライブのね、ツアー中はなんかたんまーになんかそういうのもらうよ高い、美味しい、工業、うん、きび団子も言ってた、生物いいの、あーいいんだよ、うん、もうそんな現地の差し入れないね、メジャー卓球役は高いっしょ、十分高いだろ、来週でアルバム、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。たこ焼き、大阪のたこ焼きはけどこんにゃく入ってっかな、あれ邪道だよな、たわし差し入れするわ、いやいらんからいいわ、うん、あのたこ焼き、大阪のたこ焼きはこんにゃく入ってっかな、いやこんにゃく入ったんだよ、入ってないのもあるけど、俺入ったの あって、もうマジかこれと思って、これこんにゃく、タコじゃなくてこんにゃく入ってんじゃんって思ってさ、え、なんだこれって、これ邪道じゃねえのって思ってさ、びっくりした、うん、いやこんにゃく、いやタコ焼きなのになんでこんにゃく入ってんだこれって思って、こんにゃく焼きじゃねえかこれじゃ、ね、これじゃこんにゃく、こんにゃく焼きじゃねえかって、うん、タコ騙し変化球、気になる、そう、タコじゃなくてこんにゃく、うん、タコと思ったら騙された、いや騙されたってわけじゃないけどあれって、うん、思ったことあって、うん、そうそう、こんにゃく、こんにゃく入って、玉こんにゃくじゃないよ玉こんにゃくだったらお前相当でけえだろ、むしろそれ玉こんにゃくじゃねえかそんなでけえも入ってねえよ、食べてみたい、うん、食べてみたい、こんにゃく好き、焼き、あ、分からん、まあそういう、そういったのもなんかね、そう、差し入れでね、なんかね、昔もらったことあるな、こんにゃく入ってるやつ、すごいお腹すいた、ああ今すぐあの自分食べればいいじゃん、腕とか、うん、うちの近くのスーパーにもそれあった、いやいや、まあ、いや、たこ焼きはもう銀だこが正義だから銀だこが正義だから、僕にとっては銀だこジャスティスだから、たこ焼きは、うん、残さは食欲ないのあるわ、お腹す、いやだからお腹すかねえだけで、うん、お腹すく機会はないだけで、胃袋ちっちゃいんだよ、単純な話、胃袋がちっちゃいんだよ、うん、銀だこうまい、銀だこおいしいね、銀だこおいしいよね、銀だこの金カード持ってない、それわかんない、金カードなんてあんだ、銀だこの、うん、金カード、いやな、銀だこカードを作ってないな、カード作るの嫌なんだよ、あのカードお作りしますかこの野郎とかなんか言われるじゃん、受付の人がいつもね、カード作った方がよろしいですよって、俺そういうのいつも拒否してる、ポイントカードでも、私も金カード持ってる、へえ、キラーカードみたい、銀だこカードある、わからん、俺けどそういうの全部拒否ってんだよね、なんか騙されたことあんのかな、いやだから違う、時間めんどくせえんだよ、そう、時間かかんじゃん、うん、アパホテルもさ最近泊まんじゃん、アパホテルもカードもさ最近やっと作ったんだよ最近アパホテルなんか増えたから、アパホテルカード作らないと、なんかあなたアパがって言われて、男で毎回それ言われる、やっと作った最近アパホテルカード、うん、10年以上経ってから、いやけど俺カードなんか使うあれだからさ、書かねえといけないじゃん、もうさ、うん、
だってさ何秒先にさ死ぬか分かんないじゃんね、人間なんてさ。めんどくさいっていうかもうさ、もう死ぬかもしんないじゃん書いてる最中に。それ考えたらそういうことを考えて生きてるから、住所とか。あ、まあまあそう、そんなに生き急いでだってないが当たり前だろ。なあ、こんだけ配信で人生論を語ってる男だぞ。なあ、生き急ぎすぎって言うけど、こんだけ俺さ配信でもどこでもさね、あのすぐ死ぬすぐ死ぬって言ってきてる人間だぞ。同意する。でも残りの、いやでもさ俺さこんだけ配信とかさライブでもどこでも言ってきてるけどさ、ほんとさ、いや俺ほんとそういう考えだもん常に。うん、いやだってほんとそうよ、あっけないよ、もう虚しいもんですよね、あっけないよ。花子とかスイカぐらい、いやスイカだよ、モバイルスイカだけだよ俺は。モバイル携帯のスマホのモバイルスイカ、ポイント還元は大事。ああ、ポイント還元とか、あ、なるほど、カード作ってね。うん、タピオカブームってもう去ったのかな、とっくの塔に去っとるわな。うん、これからはレモネードだから、レモネードが、ナタデココか、ナタデココとレモネードが支配するから。アプリないのわら、ワオンは、ワオンなんかあんな犬だろな、野良犬かと思っちゃうからやり使いません。うん、セブン行くなら7個だから、7個とかもさ、どこで花子とか7個とかお前ら。うん、そら使う犬じゃねえか、ワオンなんて。ワオンっていうの知ってるよ、ワオンって。なんか犬、俺だからあれ前のお客さんがったピッてやってワオンってなった時、おい犬じゃん、お犬いるじゃんってあれこのコンビニ犬いるじゃんって、俺みたいなやつがいるだろ、あれなかなかねえ、にゃおんなら使うから使わねえよ。あれなかなかあれ、そうそうそう、なかなか僕みたいなあの客を、そうそうそう、俺このコンビニ犬いるかと思ったら和音かってなる人いるからね、もうちょい別のピ音にした方がいいよ。やっぱスイカが、あー落ちまくらずだっす。あ、もうこれで終わりにします、配信。はい、これで終わりにするから、うん、もうこれで終わりにしますから。パオン、うん、そういうのですけど、だから和音ですから、もうこれでもう寝るから僕。はい、トライアルハニャンってない、それハニャンって、はい、和音、うん、本当だよ、よいしょっと。